I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. ハッキング始めるぞ。ワームも岸辺の執務室に行って PC 端末からパス秘密の部屋に入るにはパスコードが必要なの。コードは毎日変わるから直接行って端末をハックするしかない。やれるよね、ワームも。任せて。あの子、記憶を共有化してからちょっとは頼もしくなってきたからね。最初のドジっぷりが嘘みたい。こんなところにトラ、こっちからはセキュリティデジモン。うわ、何事もそう簡単に。
準備はいい？逃げた方がいいよ。さあ、行こう。逃げた方がいいよ。ここが秘密の部屋の入り口だね。ワームもパスコードは手に入った。なんでそんなに疲れてるの？聞きたい？私がどれだけのトラップや恐怖のセキュリティで突破してパスコードをチェック。どうでもいい。どうせ全部転んだりドジして起動させたんでしょ？早くパスコードちょうだい。はぁ？言った？それが秘密の部屋へのパスコードだよ。こんなのが？おう、何か変？リエちゃん、女神ってる。リエちゃん、女神ってるだろ？
シルリウに対する憎悪が強くなった気がする。他の日のパスコードを知りたい？ちなみに昨日のパスコードは？そんなのいいかな。早く戻ってきて。なんでがっかりしてるの？どうでもいいでしょ。何が見えちゃうの？絶対に社会的に抹殺してやるんだから。開けるよ。ここからが本番。気を引き締めて。何この部屋。見てるだけで頭が君は好きなの？こういうの。私は無理。岸辺リエとは徹底的に趣味が合わないみたい。君とは趣味が合うみたいだね。お待たせー。お帰り。それじゃあ二人で例のデータを探して。私はこの部屋全体を調べてみるから。真面目にやってるの？そう。その割にはいつまでもそんなものを握りしめてるみたいだ。エリカの軽蔑の感情データが限界値を超えてるよ。ちょっと待って。やっぱり棚の中にファイルが隠されてる。下着のオブジェクトデータにうまく紛れ込ませてるけど、これだ。電脳犯罪捜査課関連のデータ。やったね。お手柄だよ、君。ただスケベだっただけでしょ。まったくもう。あらあら。誰かと思えば意外な人と意外なところで会うも。岸辺、リエ。しかもそこ、私の下着ダンスじゃなーい。やだ、ひょっとして勝負下に見られちゃった？いえ、あ、言って、ワームも、やることは分かってるよね。うん、気をつけてね。三島エリカちゃん、嫁。お兄さん元気？許さない。あんたがお兄ちゃんだ。千歳を。千歳？ひょっとして、お腹まで巻き添え食っちゃったのかしら？どうくさいわね。じゃあ、その方、あなたにそんなことをする権利があるのかしら？お兄さんが苦しんだ、その原因であるわ。俺を言うべきよね。あなたの存在があったおかげで、リュウジ君は面白いけど素直に私の言うことを聞いてくれたんだもん。かつては正義のハッカーと疑われた重度の難問君が、誇りをねじ曲げて汚い仕事をこなすから。ほんと、見ていて楽しかったわ。あんたの言う通り、お兄ちゃんがあなたの、じゃ、私は、私が許せない。でも、あんたのことは、もっと許さない。あらあら、何するつもりかしら。そういえば小さいのがコソコソとしていた。ひょっとして、ここから何かを持ち出そうとしている。とか、そんなこと。
あら、あなたもリュウジっていうのお腹この姿になるのか久しぶりだ人間がデジモンにどういうことびっくりしたこれが私でもね人間でこのことを知っている人はまだ誰もすまないそれがどういうこと生きて返す気がないってことでしょお兄ちゃんと一緒に頭がいいじゃん残念ねおとなしくしていれば病院のベッドの上で眠るかもしれないレディそしてこのナイあなたたちに激烈な死をくれる輝くしバラの名を言って騎士たちの王
リーは禁物だ。人間にしてはなかなかやるじゃない。これは警察が上城の摘発に向かっているだと。まさか。ああ、気づかれちゃった。私のデジモンがあんたに大事なデータをとある刑事まで届けてくれたの。こんなことしていていいの？あなたの体危ないんじゃない？こんな短時間で警察を動かした。こうですね、計画のためにも今邪魔をされる。逃がさない。儲けてる側じゃないよ。あらかじめ又吉さんに連絡しておいたの。私が証拠を手に入れたらすぐに岸辺を追い詰めてもらえるように。新都庁の子、岸辺理恵の体もそこにあるはず。又吉さん。おう、エリカちゃんか。君のおかげで。岸辺は？俺が、ヤコさん任意同行を拒んで逃げ回ってやる。中にはいるらしいんだが、これで。協力させて。おい、何をするっつ？岸辺の位置を特定する。岸辺理恵は、普通じゃなかった。あの女がいるところには、きっと、デジタルウェーブ地に異常が出るはず。見つけた。おう、これでどこに？教えてもいいけど、私たち。いや、それは。岸辺に、落とし前をつけなきゃいけないの。
お願い。エリカちゃんにはかなわねえな。しめ、案内しろ。予想以上にお早いお出ましね、ま、エリカちゃん、あなたの仕業かしら。ほんま、あらあら、こっちではずいぶん辛そうね。ひょっとして治療を受けていないのか。ああ、それはそうよね。お兄さんをもてあそんだ私に借りなんて作りたくないわよね。でもそんな調子で、あなたいつまで持つのかしら。あなたに施していた治療、あれは医療行為じゃないのよ。うちの主任研究員が書き上げた論文をもとにした未知の実験。言ってしまえば私の特例認可で、特例中の特例として施して、エデン内に高度なセキュリティを張り巡らせたサーバーを設立し、そこでデータ容量を管理することで、あなたはかろうじて脳にかかる負荷を抑えている。他の企業や病院では決して真似できない治療なの。それで、あなた、何者なの？人間じゃった。ある意味あなたと同じもの。肉の体を持ち、記憶の大部分をデジタルに依存した歪な存在であるあなた。実は前々から気持ち悪いと思ってたのよね。人のくせに意識のほとんどがデータ化してるなんて、考えれば考えるほどおぞましいわ。私を追い詰めたつもりでしょ。残念、あなたなんて怖くないの。からっぽで、重くて、痛みに支配された肉の体を引きずっているあなたなんだね。なら、教えてあげる。これが現実の痛みだよ。重いでしょ。エデンの技術とは、出力も反応速度も違う。人間の体だって、こうやってシグナルを飛ばしてる。作り物の電気信号より、何倍も重いの。現実の痛みを、馬鹿に、しないで。そうね。教えてくれて、ありがとう。勉強になったからお返しよ。またよし刑事、止めなくていい。こんな長さに男が口を出すなんか、やぼってもんだ。別におっかねえなとか思ってるわけじゃないぜ。もうおしまい。バカバカしい。まったく。
これだから人間は醜悪だ。まあいい。もうすぐこんな体とはおさらば。何をさ、待て、早まる。ごめんなさいね、警察の皆さん。私の目的のためにはこんなところで邪魔をされるわけには。この辺りで岸辺理恵は退場させていただく。ねえ、エリカちゃん、あなたは自分が一体どこにいると思う？リアル？デジタル？それとも、もうどこにもいないのかしら？現実とデジタルの狭間で、不確かな自分自身に怯え続けるがいいわ。その境界線が崩壊したとき、あなたがどうなるか、本当に楽しみ。なんてこった。おい、急いで下に人を回せ。それ、お前さんたちはここにいろ。坊主、エリカちゃんのことは、ま、飛び降りちゃった。これで、終わったの？本当に、お兄ちゃんと千歳の仇？だよね。でも、お兄ちゃんたちの仇は取れた。そう。泣いてないから、引っ叩かれた方が、痛いだけ、だから。昨日未明、エデンネットワークを運営する上城エンタープライズが警察の立ち入り捜査を受けていたことが分かりました。結局、岸辺は何者だったんだろうね。わからない。ねえ、ユージと連絡は取れた？そっか。これで、本当に。
に終わったのか。でもお兄ちゃんと千歳の代わりに思いっきり引っ叩いてやった。やっと一つ何かできた気がする。